まあこれってホマネスク様式なんでしょうか。要するにゴシック様式に特徴的な何でしたっけ、バットレスなんとか本とかってフランス語で言うアーク・ビュトンっていうのがないので、多分ホマネスク様式で、こうね、フランスってところどころに戦争で亡くなった方の名前をこうやって石碑にして祀ってあるんですね。あそこはメリって書いてありますけど、メリーは市役所とか村役場という意味で、なんか便利なことにすぐ隣に黄色い標識のある郵便局があります。日本は赤だけどフランスは黄色いんですよ、ね、なんか広々としてます。ここノルマンディーの小さな村なんですけどね。